デンマーク、スウェーデンにエーレスンド海峡は、デンマークとスウェーデンの国境の海峡。バルト海に位置するデンマーク領シェラン島とスウェーデン領スコーネ地方を隔て、バルト海と北海を結ぶ。最も狭いところでは7キロメートルしかなく、近代までは海峡が凍結し徒歩で渡ることもできた。海峡内域にはサルトホルム島、弁当がある。バルト海と北海を結ぶ海峡として、 他には、ベルト海峡がある。オアスン海峡、オーレスン海峡、エーレソン海峡、エレソン海峡、ウーアソン海峡プラスなどとも言う。ただし、スンドなどは海峡という意味なので、単にエーレスンドなど、あるいは一部訳し英で海峡などとも言う。ドイツ語では、単にデアサンドとも言うので、ずっと海峡、あるいは英語ザサウンドから、サウンド海峡とも言う。 スウェーデン側のスコーネ地方を含め海峡両岸は歴史的にはデーン人ンの勢力範囲でデンマークに属した。海峡は北海からバルト海へのほぼ唯一の玄関口であり1429年からはデンマーク王英陸七世によって海峡を通過する外国籍の船舶に対しての通行税が設けられた。1857年に エーレスンド海峡条約が結ばれて廃止されるまでの間、この税金収入は、デンマークの王室財政を潤す一方で、スウェーデンなどの近隣諸国との関係悪化の一因ともなった。そのためスウェーデンは、1645年から1720年まで、自由通行権を自力で得ていた。1658年のロスキレ条約によって、スコーネ地方は、スウェーデンの領有となった。 海峡通行税徴収のために用いられたクロンボー城はシェイクスピアの儀曲ハムレットの舞台としても名高い夏の観光地として人気が高い2番目に大きい弁当は16世紀の天文学者であるティコブラーエが裏にボり天文台と捨てるネボり天文台を建設したことで知られるエーデスンド地域海峡の両側のデンマーク東部ブコペンハーゲン地域と スウェーデン南部スコーネ地域を合わせてエーレスンド地域と呼ぶ。これら都市圏人口は190万人に達し、北ヨーロッパ最大級の都市圏である。海峡を横断するエーレスンドリンク2000年にコペンハーゲンとマルメマのこの海峡にエーレスンドリンクを通る道路と鉄道が開通した。デンマーク側が海底トンネル、人工島、ベベルホルム島を挟んで、 スウェーデン側が協力となっている。ありがとうございます。